こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。もう、すでにわかったけど、今回は、ナムコやバンダイナムコじゃないのね。せや、プレステ5にプリインストールされている、アストロプレイルームや。うぷぬし、プレステ5は発売から結構早い時期に抽選で当たって買ったんでしょ？そうだぜ、しかしレースもんか、対戦格闘しかしない、うぷぬしは、遊ぶソフトがなかったぜ。お約束で、グランツーリスモ7も発売日が延期されまくったしね。それに、リッチレーサー8も、出ないしな。それが、一番残念だわ、バンダイナムコさん、今からでもいいわよ。それで、私たちも、リッチレーサーは終わったの？いや、まだまだやるぜ。リッチレーサーの動画を作るのは結構疲れるんで。今回は、ちょっと休憩、箸休めだぜ。当然、うぷぬしが、このアストロプレイルームをクリアするわけもなく。さっきも言ったけど、うぷぬし、この手のゲームはしないしね。デュアルセンスで、ああこんなこともできるにゃー、くらいでやめてたぜ。もったいないわね。そんなわけで、うぷぬしは放棄していたんだが、プレステ5発売の2年前に生まれた、女の子がハマってな。計算したら、今幼稚園よ。あんまり液晶を見させると、母親にうぷぬしが怒られるんだが、めちゃくちゃ上手くなってしまったぜ。いいの？でも、さすが、うぷぬしの娘ね。当然、うぷぬしなんか、どうやってもできない。通称、二段ホバリングなんか、普通にやってるぞ。対戦格闘ゲームで、こんなコマンド出せるわけないやろうってやつね。ま、そんな感じの、一種のコマンドだぜ。今の子供っていうか、幼児も恐ろしいわね。将来、どんな女性になるか、うぷぬしも心配なような楽しみなような、らしいぜ。うぷぬし、心配しなさい。そんなんだから、娘は当然クリアしているぜ。恐竜みたいなラスボスを、2体やっつけたら、エンディングよね。それも、娘はライフを1個も消費することなく、やっつけるぜ。うぷぬしなんか、ライフを全部消費して、やられてるぜ。うぷぬし、嫌いな分野だけあって、全くあかんのね。うぷぬし曰く、ジュラルを倒す方がよっぽど簡単だそうだ。そうでしょうね、で、倒せばエンディングムービーが始まるのね。そうだ、今回は娘にやってもらって、アストロプレイルームのエンディングだ。エンディングは1種類だが、今回は2種類やるぞ。え、何が違うの？まあ、見てくれ、ラスボスを、うぷぬしの娘が倒した後からだぜ。倒して、花火が上がった後だ。はいなぁ。花火。このままで、エンディングになるぜ。エンディング専用のムービーがあるんじゃないのね？ラスボスを倒した、ステージ上だぞ。次々に文字が手前に流れてくるパターンね。ま、スターウォーズの逆だな。例えが微妙だわ。お、敵が出てきた。戦わないの？てか、戦える仕様じゃないの？うぷぬしが、娘に何にもするな、と言ったんだ。なんで？うぷぬしは、何も手を加えない状態のエンディングを見たかったんだな。何もしないと、アストロがかわいそうね。倒したくてしょうがないらしく、娘はデュアルセンスを持ったままだぜ。文字の流れ方もいろいろあるのね。おもろいほど、疲れまくっとんな。うぷぬしの娘ちゃんがかわいそうだわ。かなり、イラついているぜ。おう、敵がまた出てきた。アストロ、ボッコボコやな。ああ。文字も避けて飛んでいくぜ。もう、いい加減、うぷぬし、娘ちゃんに倒させてあげればいいのに。すごいストレスのようだな。幼少期のストレスは、後々良くないわよ。よく、カウンセラーなんかが、言っとるな。まあ、今回は、同じエンディングを何もしないのと。すべての敵を叩き潰す、爽快なのと二つやるんで、少しの我慢だ。うちの娘ちゃん、もう少し我慢してあげてね。多分、あと、1分もないくらいだぜ。娘ちゃん、耐えるのよ。この音楽、耳に残るよな。残りやすいわね、バーチャファイター3や、リッチレーサーほどじゃないけど。もう、うぷぬし、依存症だな。ああ、うぷぬしの娘が連れかけているぜ。そ
そりゃあ、あのアスパラの根の表示を見れば、切れるわよ。サンキューフォープレイングの文字が飛んできたら終わるぞ。その、フレーズ、いいわよね。そうだよなぁ、またプレイさせていただきますって気になるよな。バーチャファイター系というか、手羽のソフトは出るわね。それが、うちの第一、ナムコ呼び、バンダイナムコの。少なくとも、リッチレーサー系は出ないんだよな。お、出た、娘ちゃん出なさい。死で耐えてるぜ。娘ちゃん、頑張れー。あ、娘ちゃん、出れた。ああ、一瞬でみんな潰したな。文字まで潰したるわ。さすが、うく主の娘ってとこで、ここからは、スタッフロールのみになる。さすがね。一回目はここで切るぞ。はいよ。じゃ、次の二回目は、うく主の娘ちゃんが敵を倒し、潰しまくるのね。そうや、エヴァの暴走状態だな。もう、敵を一匹残らず潰しまくるぜ。当然、うく主には、やろうと思ってもできない状態ね。うく主には、あの娘の動きはできないみたいだ。基本、バスボタンと、四角ボタンに、アナログスティックしか使わないゲームなんだがな。お、花火ね、始まるわね。うく主は娘に、好きなようにしていい、と言っているぜ。娘ちゃん、もう走り回って準備運動ね。いきなり文字を投げて潰す。次々に潰す。お、出てきたわ。殴る、殴って飛ばす。とどめを刺して、飛ばす。文字を飛びながら、殴って潰す。目にも止まらない速さで、敵に引き潰す。キタキター3匹キッター。一発撤収、殴って飛ばす。マリサー、あと、何分 ?2 分足らずかな。また、敵出たぞ。一匹、一発。さっき撤収、うく主の娘、効率のいい潰し方だぜ。うく主には無理だな。はい、出たぞ。効率のいい順番で潰してるな。ああ、こっちが疲れるわ。今んとこ、全部潰してるな。4匹ター。また1匹1発で効率よく潰して飛ばす。続いて、爽快だな。もう、出ないのか。来た。気持ちよく、1匹ずつ潰して飛ばす。まだ来る。3匹だから、3発だけ。文字を飛び越えてたら。2匹ずつ、4匹来る。はい、4発で4匹潰して飛ばす。勢いで、文字を潰す。戦う場所を手前の広い部分にしているな。ヘリコプターのやつ出た。潰す順番を考えて、出たのも合わせ3匹潰す。文字を飛ばす。まだ出るか。3匹で効率よく3発ね。さすが文字を飛ばす、というか、常に動かしてるな。出た。こいつはゲーム中では、自然とやられるのよね。うく主の娘は、休憩するということを知らんな。出た。ここも投げに、殴って飛ばす。また出た。頭上から、ヘッドを当てて潰す。いっぱい来るぞ。一発ずつで、こっち飛ばす。まだ来るか。さらに増えたぞ。ナノスキアー。サンキューフォープレイングとともに、全部潰して飛ばす。やったい、うく主にゃ、無理だ。余裕で、手振ってるわ。ここからは、スタッフロールだ。ここからの方が、長いのかな？そうなんだ、だが、もう全部流すこともないだろうから。今回だけ流すぜ。今回だけね。実は、この後、アストロが出てくるんで我慢しよう。あ、そうなの、ゲームの画面。そうだ、ゲームの最後の場面が出て、終わりだぜ。よく、映画で、こんなスタッフロールの後に、次回作に続くような場面があって、ってなるパターンね。まあ、そんなんだが、とはならんがな。映画館じゃ、結構この画面で席立って、帰っちゃうわよね。最近は新型感染症の問題もあって、映画館には行かないが、うく主は、絶対明るくなるまで、席を立たないぜ。結構目の前を横切られまくって、見にくいのよね。う
く主は通路の邪魔になろうが、絶対席を立たないぜ。まあ、うく主らしいっちゃ、らしいわね。最近は少なくなったみたいだけど、昔のジャッキー・チェンの映画なんか、エンドロールの隙間に NG 画面や、本編じゃ流さなかった、事故ってか、大怪我する映像もあったわね。そうだよな、同じことを成功するまで何回も繰り返してたよな。大怪我する映像は、ビビったぜ。ということで、1分くらい前から、視聴者の皆様方もお気づきでしょうが、NG 集じゃないですが、あまりにスタックロールの時間が長いので、動画を入れてみました。リッチレーサー7ね。そうだぜ、それも、リッチステートグランプリの、クラス1のレースだぜ。一番速いクラスのレースね。せや、それに、敵車もめちゃくちゃ手強いぞ。ちなみに、左側が運転席から、ウプ主が運転してる動画で、右側が、リプレイだ、今回は同じレースだから、合わせるのが異常に簡単だぜ。なるほどねー。クラス1のレースなので、大迫力なんだが、今回は、アストロの動画なので、音分けしてます。このエンディングの音楽と、ミスマッチだけど、それも面白いわね。まあ、そのうち、リッチレーサーの動画で出すので、その時は大画面で、大音量で楽しんでください。ウプ主、こんな動画を何種類もストックしてるもんね。そうなんだが、電気音痴の、ウプ主も、ちょっとずつ機材を工夫しているようで。そうなん。この、リッチレーサーの動画も、いつもより綺麗なはずなんだが、いかんせん、小さすぎて、よくわからんかな？小さくてよくわからないわ。ま、今度、大画面の時、判断してくれ。まあ、大画面のテレビに出力したら違いがよくわかるが、録画して、YouTube にアップしたら、あんまり違いがわからないかもな。へぇ、そんなもんなんだ。それにしても、ウプ主、早すぎない？そこが、車をチューンできるようになった、リッチレーサー7だよな。じゃ、ウプ主、チューンしまくっている？いや、ウプ主は、ほどほどでやめてるぜ。なんで？チューニングパーツには、一長一短があるからな。実写でも、そうね。だから、ウプ主は、コースやレースの種類で、パーツを付け替えてるぜ。そんなんできるのね。パーツの種類で、一回装着したら戻せません、なんて。グランツーリスモみたいなことを、バンダイナムコは言わない。さすが、だからこっちの方が、ゲームとしては面白いのね。そうかもな、リッチレーサー8ではどうなるんだろう。まだ、ウプ主は、無双しているのね。プレステ3のローンチタイトルの、リッチレーサー7が、こんなに面白いんだぜ。今、流れている、クラス1の、シャドウケイブスってコースなんか、ボールでスタートした、ウプ主が、ショットなの。洞窟内のコーナーで、ちょっとドリフトをミスっただけで、敵車に瞬時に抜かれて、ウプ主、最後尾になっちゃうんだぜ。そうね、ちょっとでもミスったら、抜かれるわね。また、敵車の抜いていき方が、エグいわ。それも、面白いのよね。せやねん、また、抜き返すのも面白いぜ。自分の車をチューンできるからね。せや。そうなると、やっぱり、リッチレーサー8に期待しちゃうよな。次は、どんな新しい要素を入れてくるんだろうな。まだ、そんなこと言ってるのね。ねえねえ、マリサ。なんだなんだ、リッチレーサー8の発売日が発表されたんか？ちゃうちゃう、私たちだけで、リッチレーサーで盛り上がっているけど。これって、アストロプレイルームの動画よ。ああ、そうだった、興奮して忘れていたぜ。あと、まだ2、3分エンドロールが続くが、アストロの話をするか？そうしないと、視聴者の皆様方に見てもらえなくなるわよ。それは、いかん。視聴者の皆様方、大変申し訳ございませんでした。しかし、アストロの話といっても、ウプ主、やらないしな。そうよね、エンディング出したのも、ウプ主の娘ちゃんだしね。ウプ主の娘は、いろんなアカウントで何回もやってたぞ。飽きないのかな？さすがに、あったみたいで、違うアストロのゲームないの？なんて言ってるぞ。プレステ4で、ソフト出てなかった？ウプ主の性格で、興味のないものは、全く知らなかったんだが。
調べてみると、確かにプレス手法で出てるんだよな。やっぱり、アストロボット、レスキューミッションなんて、喜びそうなのがあるんだな。買ってあげたら？買おうと思って、見ていたら、PSVR 専用なんだよな。うつ主、PSVR 持ってないの？持っているんだが、12歳未満のお子様は PSVR を使用しないでください。なんて表記してあるんだな。娘ちゃんは、5歳だもんね。まあ、USJ や、姫線で、ローラーコースターに乗って、ぶん回されるんじゃないしな。とも思うんだが、あんな表記があると、ちょっと嫌だぜ。やめておいた方が、いいわね。後になって、脳なんかに障害でも出たら取り返しがつかんからな。そうよねー、ちょっと二の足を踏むわね。うく主も、買わないでいるぜ。まあ、大丈夫なんだろうがな。やっぱり、やめといた方が良さそうね。だな、うく主が、PSVR をやる分にはいいけどね。うく主、この手のゲームは、わざわざ買ってしないけどな。それに、うく主、PSVR が出てすぐ買ったが、レースゲームで使って、前しか見ないレースゲームじゃ、あってもなくても一緒だったぞ。ま、レースするにはいらないわね。そんなんで、PSVR2 は高すぎるし、買っていないが、アストロボット、レスキューミッションは、初代というか PSVR に対応するみたいだな。PSVR2 には対応しないのね。そうらしいぞ、どうせ買ってないけど。しかし、PSVR は一回片付けたら、あの番号がついているケーブル類は、どうにかしてほしいな。激しく言えてるわ、PSVR2 はケーブル一本らしいじゃない？まあ、1980年発売の初代 GSX750E に初めて装備された、何かに引っかかりそうな、アンチノーズダイブ機能付きフォークみたいなもんだな。例えが古くて、マニアックすぎるわ。やっと、終わったし。アストロ出たぜ。ここも、娘ちゃんがやってるのね。そうだぜ、うく主は好きにやらせてるぜ。踏んだ跡が、丸三角四角×なのね。おいおい、ウサギまで殴ることないやろ。ウサギが、けなげ。引っ張る。うく主、こんなん持ってないわ。いるのかな？飛び乗る。無駄な遊びすな。飛び移る。また、歩く歩く。こらこら、害のないウサギを殴るな。そんなことしてるから、落ちる。復活。まだ、やるか？お前、わざと落ちとるやろ。また、復活。もう、ウサギをいじめるな。引っ張る。これも、ウク主、持ってないぞ。いらんな。何に使うかも知らんわいな。今さら、飛び上がって、金稼いでも仕方ないんだがな。まだ、先があるのね。お、今度はウサギを無視した。引っ張って。今度は、やるセンスね。うく主の娘が手に持ってるぜ。うく主は、1個買い足して、2個持ってるぞ。歩きなさい、歩きなさい。飛び跳ねとんな。今度は、大きいわよ。めっちゃ引っ張っとる。はい、プレステ5、出ました。これで、終わりだぜ。ということで、今回の動画を終わります。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。こんなことでは弱くなれへんわ。
ゲームオーバー。